ジオ柴田です。今日もスタジオ来てます。今日はですね、スタジオでアンプを鳴らしてみよう第2弾ということでですね、前回は JCM900 とレクチファイヤーを鳴らし比べたんですけれども、今回はですね、こちら JCM2000 とケトナー MK2 をですね、鳴らし比べてみたいと思います。まあ、どちらも近年の歪み系アンプの中ではもう大人気の2機種になりますので、ぜひぜひ音聞いてみてください。使うギターはですね、こちらストラト改造したんですけれども、ピックアップはギブソンのが両方とも乗っかってます。では早速鳴らしていきます。まずマーシャル JCM の2000から鳴らしていきます。ジュワーンという感じですね。 MK2 いきますね。という感じなんですけれども、まあ、どちらもすごいですね。今風というか、やっぱ近代的な感じですよね。で、JCM。じゃあ MK2 いきます。いかがでしょうか。で、マーシャル。じゃあ感じでですね、どちらも素晴らしい、かっこいいですね。まあ好み次第ですよね。ちょっとやっぱハイでジャキジャキ感が欲しい人は、まあ、そういうのが好みな人は JCM、 まあマーシャル特有ですけどね、ヒデさんがよく言ってた鉄板弾いてるような感じというのがまだ名残がありますよね。でどちらかというとモコズンズンモコ系は、まあ、レクチだったりこの MK2 の方がいいかなと、合ってるかなと思います。また今後他のアンプも試していきたいと思いますので、引き続きご視聴よろしくお願いいたします。ありがとうございました。柴田でした。